皆さんこんにちは。作曲家そしてストーリーテリングスのリーダー陣間ゆずるです。今回の動画は先ほど本日ですね発表されましたストーリーテリングスの新ボーカルに関してのことと、あとはこの今回のオーディションですね、このオーディションに応募していただいた方々へのお礼、そして歌やクリエイティブで将来を目指されている方々への私陣間ゆずるからの伝えたい個人的なメッセージや思いなどを語っていきたいと思い、こちらの陣間ゆずるの個人チャンネル YouTube のチャンネルの方にて公開しようということで撮影しました。まず本日先ほど発表されましたストーリーテリングスの公式ですね、発表しましたストーリーテリングスのエピソード2第2期のボーカリストとしてトアというボーカリストが担当することが正式に発表されました。今回のオーディションは昨年の2023年の6月に、脱退を表明した第1期になりますね、クイ、ボーカリストのクイの後継として第2期エピソード2のボーカリストとして開催したオーディションになります。この後継を決めるオーディションですね。で、オーディションを最初開催するっていうのは迷いました。最初は応募者がほとんどいないんじゃないかなという心配もしていたんですが、蓋を開けてみると実際オーディションを開催してからは、ほぼ毎日のようにメールが来まして、結果的には26名の応募がありました。で、これは正直予想外の現象で僕自身もとても驚きました。びっくりしました。応募されている方々もいわゆるこれからボーカリストを目指されている若手のような、そのボーカリストの卵のような方々もいらっしゃれば、すでに素晴らしい実績を持たれているベテラン勢の方など幅広い層の皆様にご応募いただきまして、こちらもびっくりしました。そして何よりもこれが心に響いたんですけれども、それぞれみんな思いがあるんですね。で、それは応募されている時に添えられているテキストのメッセージがいろいろ書かれてるんですけれども、すごく長文というかその熱い思いをたくさん書かれている方もいらしたり、その熱い思いを伝えるために複数回、1回だけじゃなくて2回とか3回とか、その違う歌のデモ、歌唱のデモの資料を送っていただいたっていう、その情熱的なことを、その行動されている方もいらっしゃいました。一人一人がいろいろな思いや目標や目指しているステージやいろんな感情があるんだなってことがとても本当に大きく伝わりました。ありがとうございます。僕が考えていたのは短い間ではあるんですけれども、今まで築き上げてきたストーリーテリングスというこの歴史、まだ1年半とかちょっとですけど、この世界観を継承していけるボーカリストかどうか、まずはそこかどうか、これはあくまで良い、いいとか悪いじゃないんですよ。陣間ゆずる個人プロデューサーとして、ストーリーテリングスのプロデューサーとしての独断としての判断で、いい悪いではなくて、ストーリーテリングスとしてのイメージができるボーカリストかどうか、そこの1点、まずはそこの1点を最重要として、選考させていただきました。しかし、26名という人数のうち選ぶことができるのは1人なんですね。これは絶対に変わらないんです。どんなにたくさんの方々がいろいろな思いを込めてこの資料を送っていただいても、僕が選ぶことができるのは一人しかいないんですね。これは僕の中では正直とても苦しかったです。というか、その人生で初めての経験になりました。この選択をする、とても重たく、人を選ぶ立場、選考する立場、そのボーカリストメンバーを選ぶっていうのはとても責任が重たく、逆に同時にとても大きな経験になりました。その次のステップとしまして、その応募者の中から何人か複数の方に候補者を絞りまして、実際にメールでのディスカッションや直接対面での面談、あとはストーリーテリングスとして目指している方向などを説明し、双方の方向性がとか認識の違いがないかどうかという次の段階に入ったんですね。で、その中から、辞退される方もいらっしゃったりとか、いろいろと合わないなっていう方もいらっしゃったりとかして、最終的に1人に絞られまして、先ほど、公式に発表がありました、ボーカリストトアの就任が確定したという経緯になります。そして本日、この発表に至るまでにもすでにたくさんの出来事がありました。そのトアとはですね、新ボーカルの正式発表に至るまで、半年以上かかってるんですね。で、この半年以上かかったっていうのは、
そういう理由があるんですね。すでにたくさんの出来事が起こっていたからで、これはいつか後日談として何年後に何年か後にお話しできる日が来るであろうと僕は確信していて、僕の中ではすごくポジティブなこととして捉えています。半年間お待たせしてしまったっていうのは、申し訳なかったなと思いまして、それは、大変申し訳ないです。遅れてしまって。で、今確実に言えることっていうのは何かというと、新ボーカリストのトアとはこの半年間で強い信頼関係を作ることができたということですね。で、私陣前ゆずるがストーリーテリングスの正式ボーカリストとして人生をかけても良いと思えるメンバートアに関してそう思えることができているということです。で、昨年2023年の年明けに YouTube に公開したストーリーテリングスに人生をかけるみたいな感じの内容の趣旨の動画を撮影して公開したんですけれども、その時にも宣言しました、今後歌物の作詞と作曲は、ストーリーテリングスでしかやりませんよという、宣言をしたんですね。アレンジは引き続きやるんですけれども、アレンジのお仕事は受けるんですけれども、作詞作曲に関してはもうストーテリでしかやりませんっていう、結構作曲をの仕事としてる人間としてはリスキーなことを言ったんですけど、それは変わりません。今後も引き続き、作詞作曲に関してはストテリ、つまりもうトアがボーカル、トアが歌う曲じゃないと、私陣前ゆずるは書きません。トアは僕にとってそういう覚悟を決めることができるボーカリストだっていうことをこの半年間の間で僕はもう確信して、だからこの宣言の動画を今作れています。この撮影してこの場でこう話せるっていうのは、そういう自分の中で確信を持てたからです。ここまでが、今回のオーディションと新ボーカルのトアについての話題になります。で、ここからが何というか、今回ご応募いただいた、皆様やボーカリストの方々、または、クリエイターとしての将来を目指されている方たちに陣前ゆずるなりに伝えたいメッセージ、今回のオーディションを受けてですね、もうそういう話をしてさせていただけたらと思います。まず今回のオーディションっていうのは、そのいろんな世の中にはいろんなチャンスとかきっかけがあると思うんですけど、一つのきっかけでしかないと思うんですね。で、別にこのストテリのメンバーになれるなれないっていうのは、その人によっては大きいかもしれないし、人によっては別に大したことないかもしれないし、そのストテリが大ヒットするかどうか、大成功するかどうかなんて誰もわからないんですよ。僕も分かんないです。そもそもチャンスですらないかもしれないです、これって。でもストテリが、僕はストテリがちゃんと大きくなっていくようにやっていきますし、努力もしていきますし、ちゃんとやるつもりです。ただどうなるかなんて誰も分からないんですね。僕が思う大事なことっていうのは、やめないということなんです。もしあなたが本当に歌または作曲とかクリエイティブの分野で生きていきたいと心から思っているのならば、続けるということが大事だと思います。多くの人は辞めていくんですね。もう僕の同年代の人たちとかと話してると、話題に出るのが誰々さんも辞めてったって、みんなそのいなくなっていくんですね。例えばそろそろ30歳になったからとか、結婚したからとか、いろいろ人によって事情はあると思うんですけれども、辞めていくんですね。とにかくむしろその辞める理由を自ら探しているようにも見えるんですね。もしこれもう一回大事なんで言いたいんですけども、もし本当にあなたがその道を目指したいのであれば、辞める理由を探すのはやめましょう。続けてください。続けている限り新しいチャンスが訪れる可能性があるんですね。それは絶対ではないかもしれませんが、辞めてしまうとそこで終わってしまうんですね。続けている限りは次のチャンスが訪れる可能性は続くんです。ボーカリストの場合はどこかで自分の歌声を求めている人や居場所が現れるかもしれません。その見つかるかもしれません。それは活動を続けているからこそ見つかるものだと僕は思うんですね。やめてしまったらそこでおしまいなんですね。もしそのやめる場合っていうのは、もうやりきったとか、これ以上はできないと、後悔はないと思えるぐらいにやってから、やりきってからにしましょう。そうじゃないと何年後とかに時間が経ってから必ず後悔するんですね。
自分の話をしますと、僕は29歳まで地元の北海道で最初印刷会社、次に映像制作会社で、まあ、社員でいわゆるサラリーマン、クリエイティブ系ですけどね、サラリーマンやってまして、プライベートの時間で作曲音楽やってたんですね。で29歳の時にこのままだと一生音楽が趣味の人間としになってしまうっていうことをもう焦ったんですね。でそのまま精神的におかしくなりそうになったんで、もうこのままだと人生後悔するというのが見えていたんですね。だからもう会社辞めますって言って、当てもないのに上京したんですね。2010年になります、それが。でも今の作曲家としてお仕事をもらえている自分がここに存在するのは、あの時音楽を辞めなかったからなんですよ。音楽を辞めないで挑戦したからなんですね。でこれがその結果的に良かったかどうかっていうのは、僕は死ぬ時とかに判断できることなのかもしれませんけれども、自分が本当に目指したいと思うことに正直になったからなんですね。もちろんその運とかタイミングとかいろいろな他の要素もあると思うんです。もちろんその挑戦したから絶対そうなるってわけではないです。いろんなことが要素が絡まって結果っていうのは生まれるので。でもやめていたら、今今年43歳になるんですけれども、今でもずっと趣味として音楽を作っているような気がするんですね。であの時もっと挑戦してもっとやりきっておけばよかったと後悔してるんじゃないかっていうのも見えるんですね。だから本当に同じことの繰り返しになりますが、皆さんに伝えたいのは、本当にその道を目指したいのであれば続けてください。やめる理由を探さないでください。たった一人、たった一人でもあなたの歌や作品が心に響く人がいたら、そこで人生が大きく変わるきっかけが生まれるかもしれないです。絶対という表現はできないんですけれども、続けている限り可能性は続きます。これが今僕がすごい皆さんに伝えたいことなんですね。で今回ご応募いただいた皆様の歌の資料やとか、そういう歌のテイクなどは本当に素晴らしくて、個人的に心にまっすぐに響くテイクもたくさんあったんですね。でも今回は一人しか選べなかったんです。一人以外は全員落選という形になったんですけれども、それは歌がダメ、それはダメだったとか、そのレベルが低いとか、そういうことじゃないんですね。一人しか選べないんで、そういうものなんですね。みんなそれぞれの思いがこもっていて、それが本当に大きく伝わりました。僕の方から心から感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございます。皆さんのこれからのご活躍を心から応援させていただきます。皆さんだったらそれができると僕は信じています。以上、陣間ゆずるからの感謝のメッセージでした。これからも陣間ゆずる、そしてストーリーテリングスをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。